東京都内、夫婦と猫一匹の賃貸暮らし、新たなライフスタイルを求めて、海や山、自然を感じる場所、都心から車で約1時間くらいの場所、築51年の中古物件を購入しました。2拠点生活、セカンドハウスという理想のライフスタイルを実現するために、休日を使って DIY フルリノベーションしています。このチャンネルは夫婦2人が理想の家を作る物語です。皆さんこんにちは、瀬田からです。現在玄関を入ってすぐの洋室、増築されたであろう6畳の部屋、この部屋の床をコンクリートの土間にしようと思って、床を解体してみたらもうねゴミだらけ、コンクリートの柄とかがいっぱいでしたよね。使い石で支えられていた壁、実際は支えられていなかったんですが、地面と壁との隙間はコンクリートブロックで埋め、地面をならし、たくさん出てきた柄を穴を掘って埋めました。ちょっとしたね採石代わりになったのかなというところまでやりましたよね。今回はその続きからです。レンタル重機屋で転圧プレートをレンタル借りてきて、採石をホームセンターに買い出し、地面に採石を敷き詰めて、レンタルした転圧プレートで転圧、割と簡単に終わる予定の作業だったんですが、地獄のような2日間でした。いやーマジでしんどかったです。マキタだね。マキタ。これもさ、使い方が。ミカサだよ。あ、本当だ。ミカサだ。マキタかと思った。ミカサ。色がさ、マキタっぽい。ミカサだ。マキタ持ってグリーン。でも思ったよりちっちゃいね。これで45。したらか。よし、したらじゃあ採石会にホームセンター行くか。GO! ということでホームセンターに採石を買いに行きます。まずどれくらい買えばいいのかよく分かっていません。約5センチくらい引き詰められればいいそうなので、採石の袋が1袋20キロ、ちょうどね平らにしたら5センチくらいの厚みになるので、これがあそこの床に平らに引き詰められる数を買えばいいんじゃないかということで、ざっとね計算したところ62袋、足りないと嫌なのでプラス3袋、全部で65袋買わないといけないということになりました。軽トラの最大積載量は350キロです。1袋20キロなので1回に運べる量は17袋の340キロ、全部で65袋必要なので、ざっとね4往復ホームセンターに4回、決してね近くないホームセンターに4回、20キロの袋を65回持ち上げ下ろす、もうねやるしかないです。そしてねお気づきの方もいるでしょう、計算間違いして買いすぎています。64やっと OK。 真っ暗なのかな。腰痛。OK。 夕飯どうする？どうしようかね。あっち側にくら寿司とココスがある。くら寿司かココスかライフスーパー。スーパー。でもなんか、食べたら寝ちゃいそうだから。寝ちゃうね。疲れた。スーパーでいっか。スーパーでじゃあ朝ごはんと夕飯買って帰ろっか。うん。今日はね、朝早くからといっても休みの日くらい少しねゆっくり寝たいので、9時。家を出てレンタル重機屋で転圧プレートを取りに行って、セカンドハウスに行って、そこからホームセンターを4往復で、今夜の8時くらいです。もうね疲れがピークなので、スーパーでお弁当を買ってビールを飲んで寝ます。ちょうどねお弁当も安くなってますからね。今日一日頑張りました。お疲れ様でした。
とりあえず、今日もやりますか。とりあえず、どうしようかね。とりあえず、あれか。ここら辺の荷物を一回、外に出して、軽トラの荷台かね。荷台に乗せて。荷台がいいかな。採石がほら、まだ、トラック乗ってるから。まあ、それもちょっと下ろして、で、一回、ここら辺の道具を全部荷台に置いて、で、採石を、一回ちょっとここにどんどん引き置いていって袋ごと。うん。で、引き詰める感じ？そうだね。うん。で、その後に、この昨日レンタルしてきた。そうね。ミカソ。転圧機プレート。これで、まあ、転圧をしていくと。まあ、今日はそこまでだね。そうね。まだちょっと昨日の疲れが。昨日相当疲れたね。6時間ぐらいかかったね。すっげえ疲れた。採石運びに。とりあえずじゃあやっていきますか。疲れたわ。お疲れっす、初り。またガラが出ちゃった。出ちゃったね。せっかく穴掘って埋めたのにね。どうしようか、これ。いやー、捨てるのも大変だから、やっぱまたちょっと穴掘って埋めるから、まあ、結構力ないけど今ちょっと昨日の疲れが全然取れてない。まあでもこれくらいだったら小さい穴でいいから。そう？ああ、まあちゃちゃっとやっちゃおうか。もともとの玄関、ここの高さを土間フロアの基準レベルにします。まあ、なので玄関より出っ張っているところをハツリで削りました。またね、柄が出てしまったので地面に埋めていきます。まあ捨てるのもね、結構大変ですからね。まあ採石として地面に埋めた方がいいですからね。こんなもんじゃない？もういい？こんなもんじゃない？何か。埋まんないかな。埋まるでしょ。あ、埋まる？そう、埋まるじゃん。外にあるブロックとか埋まるかな。埋まる？これ。埋めちゃう？もうちょっと作んなきゃ。埋めなくない？それ言ったらさ。埋まんないか。埋まんないよ。この2つ分なんてさ、考えて何？でもここでやっちゃった方がいいよね。後でどうにもこれ埋める気持ちでいく感じなの？ああ、俺やるよ。やる？ああ。あれ、これあんじゃん、また。え？これ入る、これ。それさ、入れ方変えればいい。これなんかあれだな。あれだけ。普通それ切った方がいい。うん、切って。あ、これ難しいな。それはあるっすね。こっちも。なんかこういうのさ、かっこよきな人かな、でもこういうさ。あれ。この辺って綺麗になる？なるしょ、モルタルで。いや、疲れた。水飲んで。ああ。一回さ、試しに手圧器使ってみようか。地面を軽くさ、穴掘って仕入れたから、うん、軽く試しとして初めて使うけど、うん、やり方が仕組みが分かってないんだな。これが、スイッチ。これがチョークかな。それが燃料コック。これ燃料コックなんだ。うん、ああ、なるほど。でもそれは、右側に、あ、それは閉まってる。あ、開いてる。ああ。これがあれか、チョークか。キャブレターがここだからそうだね。これがチョークか。これが燃料、そうだね。これがチョークか。で、超速レバーをアイドリング、かっこ低速。
違う？それじゃないの？これ？あ、これか。これがお手作か。これ、ここか。亀がある。うさぎと亀があるから。うさぎと、じゃあ亀の方にするってこと？低速だから。ああ上の方。どれ？これ。これか。うん。あ、今上だったからいいんじゃない？低速で。じゃあこれはいいのか？これで OK ってことかな。リコイルスターター。これを使って。引きます。少し引くと重くなるところ、圧縮点があります。そこから勢いよく引っ張ってください、はい、この時ロープを引っ張りすぎるとロープが切れたり抜けてしまう恐れがありますから注意してください、はい、じゃあ行きます。おエンジンが始動したらすぐ超速レバーを戻し回転を確認しながら、チョークレバーを徐々に戻し、全開にします。もうちょっとだな。あ、アイドリングがちょっと。じゃあもう一回行きます。ちょっとじゃあ温めた方がいいです。2、3分ぐらい。いやーもうここからエンジンがかからなくなってしまいました。まあかかりそうなんですけどね。レンタル重機屋さんに電話をして使い方、まあ、エンジンの癖みたいなもうチョークをねどれくらい開いた方がいいかとか、まあ、アクセルレバーもどれくらい開けたらいいかとかいろいろとね聞いて何度かねトライしたんですけどかからず、なんかね点火してない感じなんですよねプラグが。まあ、何度もねリコイルスターター引っ張っているからもうプラグがねびしょびしょなのかもしれない、まあ、せっかくねレンタルしてきたのだから、まあ、使いたいですよね、まあ、でもプラグを外す工具が今手元にないんです、まあ、プラグを外してもなんとかなるかもしれないし、まあ、無理かもしれない、まあ、でもねやっぱりここまで来たら転圧プレート機使いたいということで再びホームセンターに行ってラチェットとソケットを買ってきました。だめだ、動かないね。動かない。エンジンがかかりません。一応今プラグ外して、まあちょっとこう軽くメンテして、うん、まあこれでうまくいかなかった。火花がね飛んでないっぽいんですよね。そうすると。点火しない。点火がしない、うん、いうか。わざわざホームセンター行ってラチェット買ってきました。これがなんかこうやって伸びる。高性能？まあ、なんかどうせ買うんだったらなんか持ってないやつ買おうかなと思って。そうそう。それを買ってきた。ではあとこのなんだろう長いやつ先端が、うん、よいしょ、なんかな。でスイッチをオン。燃料コックはいっている。でチョークは一応引っ張ると、うん、でこのアクセルここで、さっきあのレンタル屋さん、うん、今使い方ちょっと確認したらまあ真ん中ぐらいでみたいな。まあかかんないようだったら交換って言われて、うん、まあしょうがないねこれは。しょうがないね。ちょっとこれで一回かけてみます。はい、もう何度もかけてるけど再チャレンジ。なんかかかりそうだけどね。かからん。かからないね。いやでもさっきプラグ
プラグ外して火花飛んでなかったから。分かんないな。プラグが悪いのか、うん、まあ、他原因があるのか、うん、ちょっとまあ詳しくは分からないです。ダメだな。ダメや。ダメです。ダメだね。ダメだな。これ以上まあレンタルだから勝手になんかいろいろとやっちゃいけないそうな気もするから。しょうがない。諦めるか。いやーマジか、もうなんかこれレンタするだけでもすごい大変だったね。時間かかったよね、結構遠かったしね。なんかこう乗せる前になんか指導チェックすればよかった。そうね、これがあればすぐ終わるのにな。あ、疲れた。終了や。転圧器使えないから、うん、もう採石運んで引き詰めちゃう、うん、引き詰めるだけ引き詰めちゃうか。うん、じゃあ外にある採石を、うん、この玄関のとこまで持ってくる人と、うん、こっからこう置いていく人、うん、に分かれようか。はい。どっちがいい？じゃあ私こっちやるよ。こっち引き詰める。でもこっち結構大変だよね。まあ向こうも大変だけど、とりあえず向こう側の外から運ぶ係やってみる。外から。途中でさ疲れたら交換しようよ。ああ分かった。じゃあ外そこに置いてもらって、うん、ここに置いてもらって、じゃあそこからこう、うん、とりあえず置いていくわ。うん、はい。これで一回。あ、全然疲れちゃったじゃん。ここに来てようやく採石を買いすぎたことに気づきます。まだね、外に16袋ありますからね。やらかしました。結構な量よこれ。巻いてみたら。
まあでもこれで足りそうだな、ね、足りるね。ああちょっとじゃあそれでやってっていこうか。袋から採石を出すと思った以上に量があって、まあ、結局10袋戻しました、まあ、なので全部で26袋使わなかったんです、まあ、袋から出した採石はスコップと余った木で作ったトンボで平らにして、まあ、転圧だったんですけどね。今回はここまでですかね。余ってしまった26袋の採石はホームセンターに電話して返品対応してもらうことになりました。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした、まあ、この後返品しにホームセンターに行ってきます。26袋あるので2往復戻ってきたのが夜の8時くらいです。もうね疲れました。いやーもう今回は過去一疲れましたね。ハードな丸2日間の休日でした。まあ成果としては採石を床に撒いただけというね。まあでもいいんです。まあこういったね苦労があるから完成が楽しみになってくるんです。まあレンタルをした転圧機は翌日昼休みを利用して、まあ、返品をしてきました。まあ返品した時に、まあ、確認してねもらったんですけど、やっぱりねプラグがいってましたね。まあ、ちょうどのタイミングというか運がなかったというかね、まあ、こういうこともたまにはあります。レンタル料金は返金をしていただきました。また時間を作って借りに行きたいと思います。まあ、これがないとね次に行けないですからね。レンタルは重機の引き取りと返品しに行かなければいけないというね、どうしてもね丸2日間休日が必要なんです。まあ、来週は週1日しかお休みがないので、またスケジュール調整をしてリベンジしに行きたいと思います。あとそうそう、まあ、コンクリートの土間、まあ、断熱材を入れてやる方法があるらしいのですが、まあ、詳しい方がいたら教えてください。ということで終わりたいと思います。
皆さんの応援が励みになります。高評価ボタン、そして応援コメント、チャンネル登録お願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。このあと3日間くらい疲労感が抜けなかったです。体もバッキバキでした。